Peggy 7。こんにちは、任天堂の宮本です。今度3月20日発売が決定しましたルイージマンション2について少し具体的にご説明したいと思います。そうですね、これもね、今から12年前になるんですね。最初のルイージマンションを作った時にね、でその頃からこう立体視で見てみたいなとずっと思ってたんですけど、この 3DS を使うことで本当にその建物の奥行きがあって、その中に実際のルイージがいてっていう、その存在感がねすごくいい感じになりました。暗いねこう建物の中をルイージが懐中電灯一つを頼りにね散策していく遊びなんですけども、こう暗くて長い廊下やね、それから暗い階段を、そこもね、上を見たりこう下を見たりしながら進んでいくんですね。これ自分で操作しながら行くんですよ。でいかにもお化けが出そうな雰囲気のマンションを散策して、こうドキドキする感じとか、それから光とか影のねこう臨場感とか、でこのルイージマンション2の開発陣はね、とてもそういう演出にこだわったんですね。でその演出とか、それから 3D の臨場感の映像をぜひとも楽しんでください。今回はね、懐中電灯の他にやっぱり前作と同じくオバキューン持っていくんですね。このオバキューンが結構前より強化されています。で今度はお化けもいっぱい吸い込むんですけども、お化け以外のものもいろんなものを吸い込んでいきますから、ぜひともそれを楽しんでみてください。そしてオバキュームはね、建物のこう謎を解いていく道具になってるんですね。例えばこう物を吸い込んだり、扇風機を回したり、バケツを吸い付けて水を汲んだりね、ボールを吸い付けてブロワーで発射したり、だから風船を膨らませて浮き上がるとかへこませるとかね、でそれがこう屋敷を進んでいく鍵になります。いろんな使い方を試してみてください。さらにね、オバキュームにはこうストロボと別に新機能のダークライトというのがついたんですね。でこれは消えてるアイテムを見つけ出す力があるんですよ。このダークライトでいろんな隠れてるものを見つけ出して次へ進んでいく、面白い謎解きがいっぱい詰まってます。いや、本物の掃除機でね、いろんなものをバンバン大きなものを吸い込んでしまうと後始末すごい面倒ですよね。けどまあこれはゲームの世界ですから、もうバンバン気持ちよくいろんなものを吸い込んでみてください。今回もね、ルイージはいろんな建物を探索していくんですけれども、ちょっとユニークなんですよ。お化けが取り付いた階段や時計などね、それぞれの建物に取り付いたなかなか個性的なボスお化けを探していくんですね。で建物ごとにいろんな仕掛けとかお化けの穴が待ち受けてます。これが楽しいですよ。さあいよいよね、具体的なこうお化けとの戦いの方法とかを説明しましょう。で今回ね、お化けを吸い取る前にこうストロボでスタックさせるんですね。そのアクションが入りました。でこの歯切れいいアクションとこう引っ張って吸い込む魚釣りのような操作、これがお化けとの戦いで本当に気持ちよくさせてくれます。お化けもね、そう簡単には捕まらないですね。道具を使ってストロボを防いでくるお化けとか、こうサングラスをかけてたりね、で後ろから襲ってきたり、だからポルターガイストとかね、こう物に取り付くお化けを探すとかね、当然ねテレサもちゃんと出てきますよ。さまざまな種類のお化けが出てきます。そしてこう最後に紹介したいのがこのお化けんです。お化けの犬ですね。どうやらゴールドに目がないようで、金でできたものを盗んで逃げます。でこのお化けを追いかけるのには、ダークライトで足跡を見つけて追いかけるんですね。ともかくね、どんな活躍をするか、ゲームを楽しみにしてください。ここまでの紹介を聞いていただいて、だいたい予測はついたと思うんですけれども、今度のルイージマンション2、お化け屋敷ということで結構ホラーなゲームなのかなと思うんですけれども、楽しいお化けたちとのコミカルなやり取りとかを中心にした陽気なホラーゲームです。操作はね、このいろんなことができるので覚えることは多いんですけれどもね、こう直感的で自然な操作になってます。だからそれをこう一つずつ覚えていくのも楽しみの一つですね。立体感たっぷりの本当にあるかのようなお化け屋敷の中で、
自分がルイジになったつもりでお化け踏むでバンバン物を吸って手応えを感じてください。そしてこういたずら好きのお化けたちとゲームを楽しんでみてください。